かつて運営していた地下鉄そばの店舗株式会社メトロライフサポートは東京地下鉄株式会社の完全子会社であり同社の社員用施設の運営を行う企業2016年4月1日株式会社メトロフードサービスより称号を変更した創業以来行ってきた外食事業をメトロプロパティーズに移管し東京メトロの社員食堂の運営 社員用施設の管理運営、社員用自動販売機の設置、管理を行っている。1968年9月3日、低都高速度交通営団時代に、株式会社メトロ給食センターとして、会社設立。同年10月から、営団地下鉄の職員用施設の給食事業など、施設の管理運営の自宅を開始した。1969年、 門前中町駅に、駅そば店、地下鉄そば門前中町店を開店。その後、店舗網を広げていった。1988年9月3日、株式会社メトロフードサービスに、商号変更。駅そば以外にもおにぎりや、カフェ、居酒屋、パン屋、カレー屋と、幅広い業態で展開するようになった。2015年4月、外食事業をメトロプロパティーズへ移管する。 2016年4月1日、株式会社メトロライフサポートに、称号変更。本社はかつて、東京都千代田区岩本町2丁目8番8号に、置いていたが、東京都台東区へ移転した。ABCDEFGH 会社概要株式、会社メトロライフサポート。a b c d e f 各株式会社メトロライフサポート。事業内容株式会社メトロライフサポート。 地下鉄蕎麦門前中町店2012年7月31日閉店開店閉店。コム2012年8月3日。ありがとうございます。